皆さんこんにちは。タイ・バンコク2日目の朝です。今日も朝からガシガシ動こうと思います。昨日はエアコンのリモコンの電池が切れていてつけっぱなしで寝ることに。朝部屋が冷蔵庫のようにキンキンでした。おまけに室外機の大きい音と電気がどうしても消えなくて白目になって寝てました。睡眠時間2時間でしたが、すこぶる元気。こちらはバイオークスカイのふもとなんですけれども、市場が賑やかです。ハッピーになれそうな T シャツがたくさん並んでます。ちょっと欲しい。今日も暑くなりそうです。ホテルから歩いて10分ぐらいの位置にある、通称ピンクの顔万街。ごはん顔万街と緑の顔万街の食べ比べをしに行きます。道路交通法違反。タイの方は手先がとても器用だと思います。あまりにも素晴らしいので見入ってしまいました。東南アジアの朝は活気があり、旅行者の私も元気をいただけます。早朝にメガネが買えるって便利。道端のお粥屋さんも美味しそうでした。袋入りのお惣菜もとっても美味しそう。寄り道が楽しくてなかなか到着しません。タイのお菓子はカラフルで可愛い。こちらのお弁当屋さんがとっても美味しそうで足を止めてしまいました。危うくカオマンガイの予定を変更しかけるほど美味しそうでした。危なかった。ダメダメ、今日はカオマンガイを食べるって決めてたんだから。行っちゃった。一旦緑のカオマンガイを通り過ぎてピンクのカオマンガイに到着です。あら、並んでるのかしらと思ったら違うようで、中は空席がいっぱいだったので潜入します。よいしょ。あ、カオマンガイ。来ました、カオマンガイ。秒で提供されました。このお肉のツヤツヤ、テリテリ、キラキラ、絶対美味しいに決まってる。いただきます。辛いソースにつけて、お肉がふわふわでしっとり美味しい。米の硬さもちょうどよく、出汁が効いていて、これはうまい。わしわしいっちゃいました。こちらのスープはちょっとしょっぱめでした。朝から大満足です。ピンクの制服かわいい。入った時間が良かったかもしれません。私が出る9時ぐらいはほぼ満席でした。猫が落ちてる。
動物には人気があります。ゴロゴロしてる猫ちゃんが、お腹が空いてると思われます。ごめんね、何も持ってない。ごめん、バイバイ。ダメダメ、来ちゃダメ。後ろ髪を引かれながら緑のカオマンガイに向かいます。緑のカオマンガイに到着。こちらのお店はメニューがとっても豊富です。トーストなんかもある。それでは潜入します。時間帯なのでしょうか、空いています。よかった、私は混んでるお店が苦手ですと思っていたら、このあとすぐに日本人の女子の団体が入ってきました。来ました、ゆでとフライのミックスのカオマンガイです。ソースが2種類と魚の血合いみたいなのが乗っています。それではいただきます。そうですね、全体的に粗い感じ。ご飯はちょっとぼーっとしている感じで、スープはしょっぱかったです。個人の好みによると思いますが、次もう一回食べるとなったらピンクの方に行きます。謎の茶色い食べ物、なんだこれ、味がしません。お店は一人ぼっちでも入りやすかったです。口にプラトゥーナムファッションモールが開店しているので行ってみますと、ここでお金をほとんど持ってきてないことを思い出し絶望ということで、ホテルに帰ります。ヘアドネーションでしょうか。変な通路に入ってしまい少し迷子になります。あらどうしよう、本当に迷子。あ、これで出れそう。セブンイレブンに入ってベリーミックスベリーフラッペを注文。チェックアウトの時間が迫っているのでホテルでいただこうと思います。セブンイレブンのフラッペ美味しい。昨日買ってあったポメロ急いで食べなくては。爽やかですごい美味しかったです。12時にチェックアウト。ものすごい数の観光バスです。バイオークスカイホテルのフルーツビュッフェと展望台の観光でしょうか。欧米人の方が多かったです。エアポートレールリンクのトークンを買って次なるホテルに電車で向かいます。乗り換えで次は MRT に乗ります。改札はビザタッチが使えます。ビザタッチ。Thank you. Open car. タイの人は優しい。広いところ開けてくれました。何やら美味しそうなものが駅のコンコースで売っています。可愛いタイの女の子に助けられながら購入。タイも台湾同様、誰かが必ず助けてくれます。タイのエスカレーターはハイパースピードでちょっと怖いです。満員電車に乗り込みます。スーツケースごめんなさい、ほんとすいません。降りる時もビザタッチ。ビザタッチすごい便利でした。乗車券を買うのに並んでいる時があり、気の短い私にはぴったり。そしてホテルのあるワットマンコン駅に到着。2日目からはバンコクの中華街ヤワラーに滞在します。道がデコボコでスーツケースの車輪が取れそう。
テルが見えてきました。交通量が多いけど強引に渡ります。うん、危ない、引かれそう。このカフェじゃないかな。あ、そうだそうだ、このカフェだ。やっと着きました。前のところを出て1時間半で到着です。もうここのホテルがめっちゃくちゃ可愛くて本当に気に入りました。30分も早くチェックインさせていただきました。アサインされた部屋は1階のカフェの奥の部屋になります。それではルームツアー始めます。壁には大きなテレビがあります。右手の扉がトイレ、左手の扉がバスルームになります。そして2段ベッドがあります。一人ぼっちだけど、バスタオルとフェイスタオルが2つずつ、冷蔵庫もあります。お水が2本にカップが2つ。電子ケトルは見当たりませんでした。これは多分飾りだと思います。そしてゴミ箱、コンセントはいっぱいありました。それではバスルームを見てみましょう。あー、もうかわいい予感。めちゃめちゃレトロでかわいい。すごい好みです。上にはレインシャワーもあります。ボディーソープ、シャンプーにコンディショナーがあります。左からハンドソープとお掃除の洗剤、誰かの忘れ物のシャンプーがあります。あとタオルフック。ではおトイレを紹介します。天井が高いおしゃれなトイレ。床のタイルもとっても可愛い。あら、こっちにもシャワーがある。ダブルシャワー、お得感満載。清潔なシンクがあって、なぜか届かない位置にトイレットペーパー。なんで？海外あるあるですよね。またこれが可愛い。そしてですね、こちらのホテル屋上があるとのことで、ちょっと行ってみます。難しくてわたわたしてます。こちらのお宿は全部で3部屋です。1階に1部屋、2階に2部屋になっています。ものすごい急なこの階段を登るようです。撮影しながらサンダルで登ってるのでちょっと怖いです。とっても素敵です。で、またその上があります。なんと見晴らしがいいのでしょう。ここでビールを飲んだら気持ちが良さそうです。屋上で飲んで酔ってたら、あの階段はちょっと危険かな。カフェ側の床もすごい可愛い。小腹が空いたので先ほど買った生春巻きをいただきます。なんだかくっついて取れないので端からいただきましょう。一番左はシーチキンと野菜の春巻きです。真ん中の緑の春巻きはわからない。右側の春巻きはカニカマが挟まってます。こちらの漬けだれがすんごく辛くって、
全部美味しくいただきました。それでは早速出かけようかな。こちらがカフェスペースになります。宿の隣に住んでいる猫ちゃんたちです。2匹ともミルクティー色でした。それではヤワラーの街を探検に行きましょう。バンコクのチャイナタウンヤワラーはまだ昔のバンコクの懐かしさが残っていて、私が大好きな風景がいっぱいあります。おじいさんがベスパ乗ってる。おしゃれ。一度来てみたかった南豆腐のお店に潜入します。先にレジで会計を済ませて席で座って待ちます。いつも混んでるのに奇跡。メニュー表はこんな感じです。豆腐に鮮素を銀杏にしました。45バーツです。まさかタイで豆腐が食べれるなんて嬉しい。あのすいません、全然好みでなかったです。あのちょっとすいません、ハエの量がすごすぎて逃げて出てきました。目の前でハエが喧嘩していました。ちょっと無理です、すいません。ヤワラーのメイン通りに出てきました。なんだかハッピーな車が止まりました。何でしょう。あのドラちゃんの中に宝が入ってる予感。どなたか知っていたら教えてください。謎のフルーツや路上で昼寝とか、猫ちゃんが売り物の上で寝ていたり、カオスっぷりが楽しい。謎のお菓子に挑戦します。具材は2種類です。 Thank you. それではいただいてみましょう。あ、思ってたより美味しい。外はパリパリで中はちょっとしょっぱいっていうか甘い感じ。うん、美味しかった。そして夕方の三辺蓮を散歩します。なんだかこの頭につけるデカリボンが流行っているようでした。三辺蓮夕方の方が空いてていいかも。ほおずきって食べれるんですね。三辺蓮を抜けて小道に迷い込みます。なんとも懐かしい景色に出会います。目的もなく気になる方向に進んでいきます。時間はたっぷりあります。ノーウェイ、ノーウェイ、あー、Thank you. 行き止まりだそうです。この辺りはまた懐かしいバンコクの優しい空気が残っていて、キラキラのショッピングモールも好きですが、歩いているだけで懐かしさに癒されます。迷子になっていろんなものに出会いました。これ日本の神社の鳥居かな。大好物が落ちてる。猫ちゃん。ここら辺の地域ちょっとおしゃれなのでデザイナーさんの手が入ってるんですかね。後で調べて分かったのですが、有名なところのようでした。概要欄にリンクを載せておきます。ただいまの時間5時15分です。混む前に食べちゃいたいということでやってきましたインド料理屋さんです。店前の客引きのインド人の方の歯があまりにも綺麗で入店を決めます。歯並びに見とれて入ったのは初めてです。この謎の食べ物パ
ニプリに挑戦。来ました、パニプリです。謎の食べ物が来たことで周りのお客さんの注目を集めます。ビールで乾杯。柚子のビールになります。フルーツビールの種類がいっぱいあって、おすすめを聞いたら柚子ビアがナンバーワンとのことでした。爽やかで美味しい。丸い玉玉を手に取ります。スプーンで上の部分を割っていきます。芋の具を中に丁寧に入れていきます。そして最後にタレを注ぎます。お店の方に身振りで教えてもらった通りに作りました。今周りのお客さんの注目を集めているところです。そして周りの方に食べてみるかと勧めているところです。隣の席の人にも美味しいか聞かれて食べるか勧めているところですが、いらないそうです。本当はタレはミックスしないみたいで、お店の方がカウンターの奥で失笑していました。ソースは緑の方はサラサラでほとんど味はしなくて、茶色い方はフルーティーな甘みのあるソースでした。美味しくもないし、まずくもなかったです。不思議な食べ物でした。空腹で飲んだので結構酔っ払いました。酔いざましに散歩をします。デイリークイーンを見つけたのでチョコかけアイスをいただきます。これがたったの15バーツ。すごい美味しい、大好き。これこれから歩いてヤワラーに帰ります。途中ですごい旅人に出会います。スーツケースが真っ二つです。どういうこと？ヤワラーの中華街に戻ってきました。大変なにぎわいです。怪しい光を放つトゥクトゥク。閲覧注意です。サソリの丸焼き、皆さん期待していると思うんですけれども、虫だけはいけないのですいません。ヤワラーの夜の散策はすごい久しぶりなんですけど、こんなに賑やかなんですね。何か美味しいものでもいただきましょう。ということで道端でカオニャオマムア100バーツをいただきます。マンゴーが甘くて美味しかったです。もち米がちょっと甘すぎかな。美味しかったのですが、なかなかの人通りで想像しかったです。ものすごい混んでる通りに迷い込んでしまいました。平日なのにヤワラーの夜ってこんなに賑やかなんですね。街中はタイ人半分、観光客半分という感じでした。ここで一杯引っ掛けます。ドラゴンフルーツのジュース、でっかくってびっくり。ドラゴンフルーツのジュースが薄くてあんまりだったので締めをしたいと思います。ココナッツのアイスクリーム50バーツです。大行列ができている人気店です。これすっごい美味しい。アイスの下にはココナッツの果肉が入っていて2度美味しい。さてそろそろ帰りますか。歩いて帰れる距離なのが嬉しい。バイクの4人乗りでノーヘル、すごい。たくましい子供に育ちそうです。ということで帰ってきました。ホテルは繁華街からはちょっと離れているので静かです。バンコク2日目はおしまいです。3日目に続きます。